古言って何？古言、古先生。うん、でもさっきの人なんか普通に書いてたよね。なんか俺注意された。今怪しが来たからじゃない？違う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 、さっきの人がニコニコで買ってたじゃん。あ、買ってたんだよ一人で。そうそうそう、そのチューされずに帰ってた。俺チューされたのに。よくわかんねえ。まあいいや。超あそこにいる。同じ店員なんじゃない？いや、ん？同じ店員だよ。あ、違う違う、同じ店員って違う違う違う、働いてる人じゃないの。あ、そういうこと。だから超あそこにいるの誰かって。すげえ恐らく何度とか。わかんない。まあそんなもんですよ。いいことやってた。さっきのお母さん。そう、あの無料券持ってたからたまたまやったらバラバラ取れた。あれあれ返金やっと応じてくれたよ。めんどくさかった。なんかもう早く払う、送っちゃうで。キャンセルされる前に。なんかキャンセルしてきそう普通に。それが怖いから大丈夫なの？いやもうだから早く送る。でも買ってはくれたの。うん。だから早くあの送付する猫ポスで。あ、買ってもくれてんのか。そう、いや、よくないよ。安心できないよ、キャンセルしそうだから。物送った後にさ、うん、なんか急になんか変なの。ないないない、ペイペイフリマはできない。もう送ったら終わり。あれ、あ、二度とやんねえ。ペイペイフリマ、行こう。ふちふち。だいえ。